フィチェル。さあ本日はですね、今回はですね、今週もやってもらさんトゥーホットキーマー。はい、ということでですね、ね、アイドル放送オーディションが行われました。はい、皆さんやってました、投票してましたでしょうか、ね、はい、1年に1回あるのかな、あれって。で、第1次にまず1回で、はい、1人投票できてですね、はい、1人1回ですよ。で、第2次で1人10回、はい、あの、なんて言うんだろう、毎日できる、はい、毎日投票ができたという、うん、はい。で、はい、去年の M サイズになった馬が、うん、今回 S サイズになって登場するっていうやつが一つと、はい、あと引退馬かっていう感じでなっておりました、はい、ね、はい、そちらの結果発表がとうとう出まして、そうですね、待ちに待った結果と、うん、結果発表が今日行われました。で、ちなみにですね、はい、本、総投票数は14万9000票、はい、すごいね、14万9000票、うん、うわ、そんなにか。なので、はい、早速その中に私も入ってます ね、はい、自分も入ってます、はい、ではまず早速 S サイズの方からやっていきたいと思います、はい、まず上位3頭だけいますね、はい、3位はディープボンド、はい、2位はメイケエール、はい、ここまでストップ、ね、メイケエールとしたディープボンドはじゃならなかったってこと。そうです。うわー、残念。ちなみにこの2頭は面白くて、うん、4548票か4567票というかなり接戦でした、うん、2位3位。だってさ、これってでも S サイズはあるんだよね。M サイズがあって、あ、 M サイズか、うん、それで S サイズがなかったってこと。うん、じゃあうちにあるメイケエールちゃんは、は M サイズ、 M サイズなのか、 M、L が確かあんのかな。そうだね、うちにもありますね、うん、いますね、はい。で、1位はもう圧倒的6000票でメロディーレーン、ね、リオンさんの推しが。そうですね、リオンさんの推しですね。これですね、一応これの S サイズ版が出るということ、はい、そうなんです、ずっと待ちに待った S サイズが出ますね、やったー、ね、っていう感じなんですけど、うん、もうこれぞまさしくアイドルホースですね、メロディーちゃんは ね、 ね、でみんなのアイドル、メロディーレーンですからね、うん、で、インタウマではですね、はい、まあこちら3頭しかいなかったんですけど、はい、3位は赤い糸、はい、2位はスティールビンク、はい、1位はリフレームということで、はい、こちらもね、全体的には接戦でした。はい、そうですね。でですね、はい、現役マン部門、こちらは上位2頭です、はい、で、こちらにはですね、まあアスクビクターモアがいたんですが、はい、こちらは一応現役っていう扱いになっています。そうですね、ちょっと時期がちょうど募集した時期がずれてて ね、 ね、なので、はい、ね、はい、ではまず上位3頭、はい、サインはシルバーソニック、はい、まあ今後絶対なれると思います。そうですね、うん、可愛いですからね。で、3位2位がここ接戦でした、かなり、はい、あ、こちらね、なんと90票差約、え、そんなに近かったの。うん、だからあと9人の方が毎日投票すれば変わったっていう。ねえ、ちょっと、ああ、でもさ、運営の方はちょっとがっかりしてるでしょうね、こんなもうちょっとだったのかみたいな ね、 ね、うん。でですね、2位が、はい、まあなるって思ってたジャックドール。そうだね、ジャックドールも人気ですからね。で、1位がなんと2位とのさ、約倍以上、もう圧倒的だったね、今回ね。こちら、はい、アフリカンゴールド、イエイ。もうね、一応ツイッターで、まあコメント、まあ旧ツイッターで、X、今ね、X なんですが、はい、こちらコメント出ておりました、はい、ね、夢叶う以上でした。そうですね、なんかね、本当にね、もともとアフゴっていうのはね、ツイッターを持ってるんでね、うん、それで有名なんですけど、一番最初に始めたツイッター、そうです ね、 ね、でツイッターの方でもずっと呼びかけてくれてて、うん、もうなんとか今回はなりたいんですみたいな、念願のね、うん、アイドルホースになりたいですっていうのが、うん、それをみんな知ってて、まあね、まあアフゴ人気ね、まあ好きな方が多いのでみんな投票してたんでしょうね。で、ちなみにですね、ぬいぐるみなのが夢と書いてあります。そうなんですよね、なのでもう夢かなっちゃったね、うん、でも大丈夫かな。しかも、うん、ね、次走もちゃんと決まっております、はい、京都大賞で、はい、ちなみに、うん、多分だけど最年長記録、わお、じゃないでしょうか。いろいろ記録を更新していくんでしょうね。しかもね、うん、
前走のオッズがかなりひどかったランキングでもあります。こちらそうです ねなのに選ばれたっていうランキングでは、うん、かなりすごいことじゃないでしょうか。ね、本当だよ ね応援した甲斐がありましたね。こちらね、うん、すごいよ。で発売の方はですね、でもね皆さんここで、ね、注目しなきゃいけないのはまだですからね、発売ね、うん、なので多分ね、うん、来年の冬って言われております。まあ、1月頃って、あ、びっくりした、来年の冬って言うとさ、お、1月も入るから。そうか、まあ、言い方あれでしたね。そうですね、でも皆さんちょっと確認してやっぱり ね購入した方がいいかなと。まだまだねちょっとね、うん、待ちきれないって方多いでしょうけど ね引退のとかつなんだっけ、いいね、ね、それだけは避けたい。ね、大丈夫だと思う。ねえ、ほんと。あとまた ねメロディーちゃんもね、よかったですね、ほんと ねこのまま2人とも娘になってくれたら面白いですけど、そうですね、なんじゃないかなって期待はしてるんですけどね。多分ね、アフゴはゴルスと一緒の道を歩くことになると思います。メロディーちゃんもね、また次走決まりそうです ねすごく、うん、はい、元気続行です。そうですね、これからも応援していこうと思います、はい、メロディーレーン、アフゴとも。こちらのメロディーレーンは、確かステイヤーズステークスの3600、はい、すごいよね、結構いいお年なんですよ。可愛いお馬さんだけど、ね、2人ともなんですよ。そう、結構いいお年だから ねいいお年なんで、2人とも毎回出るために怪我しないんでずっと思ってて、なのでね、本当元気に、ね、走ってくれるだけで嬉しいので、本当頑張ってほしいかなというふうに思います。はい、ではまた会いしましょう、はい、あ、大丈夫ですか。はい、あ、まあ、うちもですね、今度 ねアイドルホースたちを並べて、あの今度ね皆様にもううちもいっぱいので、ね、見せていただいて ね紹介できる機会、そうですね、あるといいなと思っておりますので、それもご報告期待で待っててください ね。はい、ね、なんかね、はい、案件お待ちしております。あ、そうです ね、もうぜひぜひ本当 ね馬大好きなんです。そうです、たまにはね、あの YouTube でもあの案件募集した方がいいと言われるんですけど、うん、私たち割とね、あのそういうのなんか、ね、競馬のことでやってほしいことあったり、ね、そうですね、ぜひぜひ、あのなんかね、あのそうです、お待ちしておりますね、その委託の会 ね、 あれば、はい、ね、はい、委託があれば、はい、ぜひ募集しておりますので、お断りしてるわけじゃないんですよね、うん、なので、はい、なのでぜひよろしくお願いいたします、案件ください、ね、ということで、はい、はい、ではまたお会いしましょう、はい、See you again、 バイバイ、またね、またね。動画見てくれて感謝です。今日からキムもファミリーだ。この YouTube では毎週木曜日金曜日に競馬情報、その他くじ開封や旅レポ、おたかつなどもしております。そして元アイドルお姉ちゃんや可愛い愛犬ピーナッちゃんも登場するよ。そしてこの動画の副部長である美容さんによるメイク動画や、綺麗になりますよ、メイク動画や今話題沸騰の占いも出しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。ではまたお会いしましょう。 See you again。 シャキーン、バイバイ、またね、バイバイ、チェックしてね、登録してよ。